こんにちは、さゆたかさん、はい。まあ、阪神のクリーンナップが非常に良くなってきたという動画は以前も出したと思うんですけれども、はいはい、すごいって言われるぞまたこすってきたって。そうそうそう。中でも森下選手なんです、はい。なぜかというと、まあ、DeNA のコーチをされている石井拓郎さんが敵ながらも森下選手は明らかに変わったというふうに話しているんですよね。教えたっていうわけじゃない。教えたら大変なことになっちゃいますけど、まあ、そうそう、やっぱ見ていてやっぱり違うということで、うん、よりそのレベルスイングができていると以前よりもということをなんかちらっと記者の方に話されたようなんですけれども、森下選手といえば一時期ちょっとあの岡田監督からそのバッティングフォームの修正矯正がかかって2軍に行ったと思うんですけれども、そこから上がってきてからここまでかなり状態がいいというか数字も上げてきてるんですけれども、うん、変わったんですか？だから基本的には俺は変わってないと思う。横振りにする、極端に言うと横振りにするのと縦振りにするのと、はい、やっぱ考え方を本当に変えないと、うん、多分できないと思うんだよ。やっぱそういう意識を変えないと、うん、でも俺は変えるだけのことはしてないと思うよ。何が変わったの？若干、まあ、例えばピッチャーがこう真上から投げるのと、はい、うん、若干ちょっと落としてみようかなって、うん、落としてたのをちょっと若干上げてみようかなっていう、うん、このちょっとした違いだけだと思う。そう、あんまり言われるんだったらちょっとレベルのによりにしようかみたいな、うん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 、だからバットの振りって、まあ、こういう上からこう叩こうとする人間もいるけど、うん、まあ、下から出そうとするこの幅のラインがあるからね、バットを出す。そうですよね、うん、だからそれは決めらんないよ、うん、でもその中でどこをチョイスするかだよ、はい、でどこをチョイスするっていうのは森下は多少ヘッドを上げたかもわからんな、うんうんうん、だからそれがレベルに見えるだけで、はい、本人の中では、うん、バッティングの基本的な考え方っていうのは全く変わってない。そうなんですね、うん、だから成績が3割バッターが少ないとか、はい、投高打低って言われてるけど、うん、各チームのバッティングコーチに聞くとね、うん、今ねすごくこう葛藤してると、はい、縦振りがいいのか横がいいのかとか、うん、その間がいいのかとか、うん、それとも全部こう触れなきゃいけないとか、うん、意識の中で、まあ、全部触れると鬼だけどね。まあいいですよ、ね、鬼に金棒だけどさ、うん、まあ、だけどそういうところで迷ってることが打率が上がってこない一つの要因だって。だから今いろいろこう争いをしてるんじゃないかなっていうような表現はしてたけどね。なるほど。そう、また例えばレベルがいいのか推奨する人間と縦振りがいいっていう推奨と、うん、俺はどっちでも打てたらいいと思ってるんだけどさ、うん、まあそうですね、だけどそういう戦いになってると。だからそこでやっぱ打率が上がってこないんじゃないかなって。確立されてないからまだ、うんうん、それは確率は無理だと思うけどね。まあそうですよね。その時ピッチャーがねいろんな風に進化していけばこっちも進化していけば。そう、だから森下はどちらかというと俺は気持ちは変えてなくて、うん、少しヘッドを上げてるかなっていうの感じがするんだよ、うん、極端に落とすんじゃなくて、はい、まあ、肩の位置だな、落とすか少し落とさないで回すか、うんうん、多少こう真横に平行には回らないからね、はい、ちょっと落とし、だ近藤タイプで、コンちゃんはこの前会ったんだよ、はい、会えて嬉しかったんだけどさ、うんうんうん、おーコンちゃんみたいな、はい、お前久しぶりやな言うて、うん、でコンちゃん縦振りがどうのこうのって、まあ、動画も見ててくれて、あーそうなんですね、いや、まあ、確かに縦振りって言われてもおかしくないと、うんうん、だけどあそこまで極端な縦振りじゃなくてやっぱ横と縦のちょっと中間ぐらいでちょっとイメージを作ってると。多分やっぱこう間も求めてる人がいるなと思ってさ。ですよね、そうですよね。まあ非常に今その何が正しいかっていうのがね、うん、今論争にはなろうとはしてるけども、まあ、何が正しいっていうんじゃない、打てば正しいんで。そうですね。だから森下も今打ってるから、うん、今それが正しいんだよ。でも明らかに違うっていうのは見え方としてはそうかもわからないけど、うん、根本的なものはじゃあどうなのかっていうと、森下は俺多分変えてないと思う。うん、ヒットが出始めてる、当たりが出始めてるって、それはねポイントがしっかりしてるという。その前半っていうのはいわゆる負傷だった時っていうのはポイントはどうなってたんですか？だからタイミングの取り方も悪かったしさ、うん、やっぱ差し込まれるケースが多かったじゃん、はい、今はもうとにかく前で、はい、うんうんうん、前で打とう、うん、だから縦振りっていうのは前に出ないんだよ本当は、うん、引きつけるんだけどもさ、はい、中間にすることによって前に出れるんだよ。これを持ってるのがカリスなんだよ。あ、そうなんですね。そうそうそう、だからカリステに近いんで。カリ
してタイプなんですね。そうそう、はいはい、だから分析していくとすごく面白い。いろんなタイプがいますよね、うん、そうすると。そう、前あの本当に阪神打線が一時期低迷してやばかった時に岡田監督がそのとにかくポイントを前で振れっていうのをその打撃コーチだったりとかに徹底してるっていう記事が出てたんですけど、縦振りは前に出れないんだよ。うーん、出たら終わるんだよ。こう入射角と反射角がずれるから、はい、打てなくなるんだよ、うん、だから引きつけようとするんだよ。あ、それでダメだったんだ。だからそれでダメだったんだ。で今はポイントが前にになってる。だいわゆるその縦と横の間ぐらいになっているっていう。だから阪神のクリーンアップって中間、はい、縦振り、うん、レベルっていう。あ、3人で3人3人違うんだよ。あ、そうなんですね。だから面白いよね。確かにクリーンアップでもそうなんだ。今成績がこうやって上がってきてて、1軍再登録された7月19日からこの読んでるここまでちょっと12試合で換算すると8連勝を含む9勝3敗、そのうち森下選手は47打数18安打の打率3割8分3厘、はい、3本のホームラン15打点、で後半戦に関すると打率が4割6分2厘、うん、ということ で一瞬ガラッとやっぱフォーム変わったのかなとか、2軍に行ってなんか掴んできてよかったって思いがちですけど、根本的な大きなところは変わってない。居直りだな。俺はそう見てるけどね。そんなに変えらんないよ、うん、でこれだけ続くっていうのは、はい、やっぱりもともと持ってるものを基準にしっかりやらないと、うん、もうお茶濁すみたいな形でこんな成績なんか出てこないと思うし、うん、持ってるものもいいし、うん、森下がね生まれた時からのものがあるし、はい、それにちょっと下がりすぎてたのかなっていうような感じ、うん、だからまあ例えばピッチャーがなんかコントロールつかない、なんか球が走らない、うん、昔よりちょっと腕が下がってるぞって、うん、ちょっと上げてみたら球が走り出したとか、うん、まあ、そういう微調整で多分治ったと思う。そういうことなんですね。だから伊藤裕美だってボールの握りを、はい、この指の開きをちょっと変えただけで球が走り出したと、うん、でちょっとやってみようと思ってやったら良くなったっていう、うん、だからまあその森下もやったことは確かだと思う、はい、こういろいろやったと思う、うん、だと思う。それがこうハマってきたっていう、うんうん、あの今年のキャンプの時はちょっとね、新フォームみたいな感じでやってましたけど、はいはい、あれはもう今もうもちろんなくなってるってことですよね。いやいや、それは基本にあると思う。あれは基本ではあるんですね。あ、俺も絶対あると思う。あ、だからやりたかったその新しいことをようやくここに来てちょっと自分でしっくりくるようになったのかなっていうこと。でもさ、それをやるにあたって、うん、自分が納得しないと、うん、やっぱそこを取り入れないわけじゃない、はい、人に言われたからって、うん、ね、自分が一回信じたものをさ、うん、すぐ手放すか、ね、好きな人がいて、はい、ね、お前あいつはやめろと、うんうん、あいつは脇が空きすぎだと、はい、言ってそうだなってやめるか。ないですよ。逆に人間だったら意地になると思う。絶対だ。その意地は森下持ってるはずなんだよ、うん、あの性格的に。それは感じますね。そうでしょ、うんうん、いやだから根本的なものはなくしてないと思う、うん、だそれは基本的にありながらそれを見せないように一生懸命ごまかしてると思う。それで打ってると思う。これね、もうここから終盤に入っていきますけれども、うんうん、この後森下選手ってこの調子ってどうなっていくか。いやだから一回こう落ちる、うん、これは疲れだよ、うん、でその時にまたギャーギャー言わないことだよ。あ、疲れてるなっていうぐらいにしといて、疲れてるんだったらもう休ますしかないから、ね、得打とかもなし、もうリフレッシュ、疲労回復を待って、うん、そしたらまた打つ。もうじゃ あの変に周りが言わない方がいいですね、うん、いやもうね、言って悩ましてるのがたくさんいるから、これはあの阪神だけとかじゃなくて、はい、打てなくなったらおせっかいにギャン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 言うんだけど、それはどっから来てるかっていうことを、うん、やっぱ正確に捉えてやっぱ言わないと。これは技術的なものが、ね、崩れたらやっぱ練習しかない、はい、でもちゃんと話し合ってこうしたら分かるよ、技術的に壊れてない、うん、じゃあ精神的なものか、うん、まあ、例えばチームメートだとか外に出た時、まあ、独身だったら彼女とかいて、うん、まあ、別れたとか、はい、好きだったのにとか、うん、まあ、精神的なショックから来るものなのか、はい、それとも疲労から来るものなのか、うん、この3つあるよ、タイプ的に。だからそれをどう把握をして寄り添ってやるかっていうことがやっぱ大事だと思う。
そう周りの疲労してる時にもうバカ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 昔でもさ、はい、くっそ暑いのに豊か打つぞーとか言ってとか言って疲れてんだけどみたいなでもやらなかったらもう殴られるからさ昔は昔はねおっしゃお前上から叩け言うてなんで上から叩かなきゃいけないんだよやらされ、うん、試合になったらもうヘトヘトだよそんな成績出ないですよね出るわけないじゃないんだ叩きのめされてるっていうの感じだもん休ませるよちょっとはみたいなそうですよね試合には休みたくなかったけど、はい、練習はちょっと休んでもいいだろうみたいな思ってたことはあったよねやっぱりそうなんですねそうそうだからそれがどこから来るものなのかっていうのをきちんと話してそうだよね、まあ、だからまあ森下の場合は疲労から来るよやっぱりね、うん、それだけ塁に出て走ってるし、うん、で勝たなきゃいけないということで、うん、やっぱそれなりの集中力が高めていってるし、はい、疲労から来る、まあ、ちょっと成績ダウンというか、うん、スランプと言われるものは絶対来る、うん、でもその時にやっぱ疲労からっていう風になったらちょっと休養を与えるとか、はい、まあ休ませなくてもいいけども試合ではねただ練習量ちょっと落とすとか、うん、独自はやめるとか当然、はい、だからまあそういうことで寄り添ってあげれば多分またピョーンと上がってくるあなるほどだからまあこのタイプは一回掴んでしまえば疲労から来るものしかない、うんうん、大丈夫だなあのファンの方の中でもそう今あのやっぱり 夏場の練習量その今あのこの時期ってものすごい外暑いじゃないですかで練習でどこだったっけな横浜の試合の時かな今シーズン初めて阪神がその練習でのなんかシートノックじゃないですか何かをやってなかったとその日試合負けちゃったんですよみたいなことを言ってたんですけどでもあれはあれでその疲労させないとかそういう意味があるってことなんですよ、ね、もちろんあるよね阿部監督なんか短パンとかあの記者さんにも、ね、とかね、まあ、いろいろ言ってるしやっぱそれらの工夫はしていかないと、うん、それとか、どこだっけな外で打たないとかねあ室内練習場が横にあったりとかするから、まあ、横浜スタジアムでも室内とかで打って、はい、もう外出ないとか、はい、いうこともあるよね昔はさ横浜スタジアムの室内ってくっそ暑かったんだよ室内なのに室内で大汗だから今はもう完備されてるよね多分そうですよねきっと空調空調くっそ暑かったそんな死ぬ思いだからそれでやってたんですねいやそのぐらいまあ過酷な時もあったけど、うん、今はもうね環境がものすごい整ってて、はい、まあいいだろうからだからできるだけやっぱもう試合にベストに持っていくっていうのはね、うん、まあそれはもう常套手段だよねそうですね、まあ、ちょっと話は最後それちゃったんですけれども、まあ、森下選手後半ねあの阪神ここからまた上がっていくためにも必要な選手のピースの一人なのでいやそりゃそうだな、うんまあ、言ってたのが3番7番、はいまあ、ここはどこをどういうふうに機能していくかっていうこと、まあ、森下が埋めてくれた、うん、木浪が帰ってきて7番を打つようになった、うん、これはやっぱ埋めてるよねですよねポイントとなるところがやっぱね埋まると上がっていくっていうのが、ね、そうだな分かりましたけれども、まあ、そのためにちょっと森下選手のバッティングが後半ただちょっと心配なのは、はい、追っかけていくために、うん、やっぱ中継ぎ陣を結構無理してるからね桐敷投手と石井投手が今大車輪の活躍ですけど下にもね浜地投手であったりとか西純也投手とかね使えるんだったら上げてるよだからまだ上がってないと思う状態はなかなかねあの上がってきた岩貞投手だったりとかそうそうそう、まあ、まあ下がってますけども梶谷投手がねちょっと打たれたりっていうのがあったので中継ぎ陣が枚数は限られてきてる今そうなんですねだからもう桐敷と石井、はい、この2人が大車輪でそれとゲラと岩崎が、はいまあ、後ろでどう抑えていくか桐敷、はい、石井がこう疲れてきたらちょっと怖いよ、はい、ですよね心配だよだから下で島本投手とかいやもう本当な、うん、もう鞭入れとかないとさ優勝するんだったらもうそう考えとかないといけないね、うん、ですよねもうこれからはねある程度点は取ってくれるよあもうそこは頑張ってたら、はい、だから失わないようにしておかないそうですね、はい、ピッチャー業大事になってくるかもですね、はい